がない。9月が来ればどっかシャキンって来るでしょ。シャキンってこっち来ないかな。今度はねこっちが仕掛ける番ですよ。王国いたす。借金返ししますからね。借金返し。わ、もうテルコ包囲網だわ。我が領内に敵が迫っております。しょうがないね。しょうがない奴らですよ本当に。もう援軍くれ。を狙ってくださいよ。もうおこれで氷氷オールもなんだ元隣部隊ですね、はい、やりでいいよ君たちは。出陣するぞ。ああそれでも攻めてくるんだね。いいよ。じゃあ本気のテルコ見せちゃうよ。テルコ親衛隊の顔ぶれもだいぶ変わりましたね。久々ですよ。馬か。出陣する。出陣するぞ。いいよ。するぞ。さあ行きましょう。え？何を？たまたまだ。ああ、毛利親衛隊がいなくなっちゃった。毎回うまくいくとは限らないですね。と言わないさ。誰か援軍来る。援軍を。まあ仲良くなっとこうか一応。例によっていいよ。ねえエスパー再来ですよ。ねえ勝手に仲良くない。ねえ来れないっていうか何のためにやってるんだっつう。しょうがないな。小田さんと、え、予想馬さんいいよ。いよいよ王国。小田さんはまだだよね。今度こそこっちから仕掛けるからな。前に見てろよ。この人たちはですね、この人たちは弱いんで、お、しかも砦でもあるんだな。チックフリしましょうな。先陣を切らせてもらう。いいよ。久々のテルコさんですな。まあ年季が違いますからね。姫和子さんには勝てません。我が魂燃える限り負けはせぬ。かたじけない。いくぜ。参るぞ。逆襲のテルコですよ。逆襲のテルコ。
ですから、それを最大限に利用して戦いましょう。さんも起きてもらいましょうね。相手にならねえよ。めんどくさいんで、小田さん、さえ小田さんとやるって言ったら。包囲せよ。こっち来るか。行くぞ。我らの勝ちよ。勝ち時をあげよ。元成さんは志でですね、農兵がすごく早く回復するんですよね。我らの勝ちよ。勝ち時をあげよ。さあ帰りましょうね。戻るぞ。姫もったいないですからね。どきな、相手にならねえよ。帰りましょうな。戻るぞ。お、最後一戦ありますね。これは一息つありそうですね。なんだよが領内に敵が迫っております。またか、めんどくせえな。こっちから仕掛けたいんだよ本当は。え、狭っ。行こうか。稲の者続け。まったくしょうがないね。ノブさんは稲の者我に続け。後に続け。こんな感じでいきましょうか。ああ、僕のプランとだいぶ違ったけどもしょうがないね。あれ、そんなさん強くないこれで負けないでくれればいいんですけど。ああ、伊達さん分断されてるのか。同盟結んどこうか。承知した。さあいいでしょう。我らの勝ちよ。勝ち時をあげよ。かたじけない。戻るぞ。行きましょうか。あ、ごめんごめん。あ、こっちは無視しましょうね。てるこさん、ここは早く落として向こうに行きましょうよ。面白いところで待機する。いらっしゃい。どうした？城へ戻る。早すぎてわかんねえ。まだいいでしょう。ましょうか。待機せよ。包囲しろ。たまね、たまたまとよし、やりましょう。まあ、カットですねこれ。天下聖筆、必ずや成し遂げようぞ。すまねえな。参るぞ。出陣する。出陣するぞ。出陣する。さあ行こうか。
待機する。待機しないで。参るぞ。出陣する。出てこねえかな。出てこない。取り囲め。ダメです。こっちからね、こっちの時はね、ダメなんです。ああ来た来た来た。手を打とう。しかないんだ。進め。待て待て。行くぞ。出陣するぞ。待て待て。あ、入っちゃった。行くぞ。出陣するぞ。やりません。はあ。手を打とう。この辺でウロウロしとこうか。進め。ねえ。手を打とう。進め。嫌がらせですよ、嫌がらせ。嫌がらせいいね、いいよ。嫌がらせ大作戦。もらい受ける。かたじけない。行きます。出陣します。いいね、いいよ。いいね、いいよ。嫌がらせ大作戦ですよ。病には勝てぬか。じゃあ行きましょうか。水野さんは、ちょっと考えがあって宣戦布告してなかったんですけども、相手にとって不足はない。背に腹は変えられません。行きましょう。続け。テルコアタック。テルコアタック行くよ。佐久間さんどうすんだ。あ、ちょっと遅くさせて。ごめんごめん。なんだろうなこれ。おっと。いざ。参るぞ。出陣する。来い来い、カモンカモン。勝ちだ、勝ちの気を上げよう。行くぞ。進め。ウロウロしましょう。行くぞ。ねえ、ウロウロするよ、こっちの方で。あのこの辺でウロウロしてればさ、米切れんじゃねえ。ずるいけど。足神の里うざいな。ここに進め。行くぞ。はは。攻めてこないか。こっち行こうか。進め。待機する。誰が待機した？あ、家康さんか。参るぞ。ああ、ち。あ、取りないから勝てる。進めるし。そう？長島城は取っときたら危ないから。取り囲め。あ、いいねー。いいよー。ずるいけどね、こう相手に何もさせないのは好きなの。いざ参るぞ。進め。やりましょうか。
これも飛ばすでしょうね、多分陣がありますから。この勝ちが明日を切り開く。72歳です。すごいですね。かたじけない。よいよ。あれちょっと待って。参るぞ。間に合うから勝てるな。よし、取り囲め。かたじけない。行きます。出陣します。あ、山が動いた。いいね、いいよ。使いの者が来たようです。はあ、いいでしょう。水野さんとは別にやる気はなかったですからね。通れればいいんですよ、ここ。取れなくなるのかな、これで。取り囲め。いいぞ。弾？ここは1万か。じゃあ強行してもいいな。あ、戻りやがったな。間に合わないかな。あー、もう、あ、いいね、いいよ、いいよ。この城もらい受ける。これずるい感じでいいっすよね。皆の者続け。よし、行け行け。包囲しろ。え、どこ包囲した。あ、もう来るからいいか。このままでいいでしょうな。あ、いいね。報告いたします。相馬さん勝手に領土増やしてましたからね。いいね、いいよ。でも米まだ持つ？持たないじゃん。あ、結構あるね。前進せよ。行こうか。これぞ王道の勝利よ。めんどくさいけどやりましょうね。この勝ちが明日を切り開く。まあ、ちょっと鳥でありましたけど勝てましたね。なんとか。かたじけない。いいか。何日後だ。22日後。そうね、鳥であるもんな。参るぞ。進め。やっぱ通れなくなるんだね。
ちるな。勝ち戦だ。おーし、いいぞ。これで負けない。かたじけない。こっちすっからかんじゃん。我に続け。お、ここに来て人海戦術というかリクルートが役に立ってますね。うん、いいでしょう。攻めよ。まず勝ちて、しかる後に戦う。それが我が戦よ。片付けない。いざ参るぞ。あ、分断されてないのか。じゃあ岐阜城いただきましょうな。出陣する。どうなんだこれ。包囲せよ。はい、どこ包囲したんですか。あ、松平さんですか。オッケー。そんな大軍で来る、来ますか。まあでも強行しちゃおうか。行くぞ。出陣するぞ。あ、来ないか、こっちに。さすがにね。待機せよ。あ、誰待機した。ああ、山形さんか。行くぞ。な、進め。あ、へへ。行くぞ。前進せよ。そうね。いいかな。取り囲め。あ、どこ取り囲むか。城を囲むぞ。信玄さんか。ええー、ねえ。誰来る。あ、五千か。テルコさんはやっちまいしょうましょう。2万で大軍でいきましょうね。出陣するぞ。来る？あ、いや、せえ、予算か。来るか。でもやるか。うん、砦があるのは。お見せいたしましょう。いいですね。久々にこもってみましょうか。ご命令を。始めるぞ。いいね。始めよ。これ初めてやるな。どうなるんだろうこれ。まあ、砦のレベルが高いんで、多分これだけで勝てると思いますけど。これ面白い。どうなるんだろう。亀の甲羅作戦。矢を放て。横槍を入れ。すげえ、これ強いかも。あ、強撃入ってる。これ勝った。強い。あ、こういう風にやったのはちょっと初めてですけど、前々からね、想像はしたことあるんですよ。これで多分勝てるだろうなみたいな。勝てちゃいましたね。
かたじけない。清筋を行きましょうね。後に続け。さあ、ノブさんをやったらもう ほぼエンディングですから。勝ちどきをあげよう。行くぞ。集結は終わりそうですね。出陣する。悲しいんですけど、テルコ伝ももう終わりそうですよ。テルコ伝終わったらどうしよう。何やろう。他のゲームやる。三国志。三国志ね、最新作個人的にあんまり好きじゃないんですよ。思ってる。行くぞ。あ、嫌いなわけではないですけどね。包囲するぞ。はい、どこ包囲した？どこ包囲したの？まあいいか。だいぶ変なことをしてましたけど、もう終わりが見えてきたんですね。すごいことですよ。さあ、もうちょっとお付き合いいただきましょうね。ほほほ、勝てるか。お任せくだされ。あ、これやばいやつじゃない。陣が取れてないんですね。この戦は任せる。この兵力差で勝てるか。核のある者がいるようです。敵の居所知れました。かかれ。どうぞ。敵の居所を知れました。やりたい前。やりたい前。油断したか。横槍を入れよう。放て。この戦これからぞ。なんとか勝ちましたね。いかなる苦難も耐え抜いてみせる。かたじけない。戻るぞ。ほっほっほ。だよ。めんどくせえな。敵が我が領内に向かっております。行くぞ。進め。ちょっともうノブさんと集中させてくれよ。これぞ王道の勝利よ。片付けない。行くぞ。我ら王道を行かん。いいでしょうね。ここ
はしたいな、上杉さんとは。逃げ道を残すな。まあ勝てるだろうな。ここはできる？承知いたしました。あ、ノブさんさ、もう米ないんじゃない？さすがに。あれ？そんなことないね。城を囲むぞ。もうやりません。包囲するぞ。お、ノブさん来るか。さあ、信長さんと勝負しましょうね。参るぞ。出陣する。やりません。いざ参ろう。前進せよ。あ、もう終わっちゃうな。寂しいけど進め。いいよ。いや、うん、上杉さんはちょっと滅ぼしたくなかったでしょう。道はもらったぞ。行くぞ。進め。行くぞ。進め。この程度でしたか。立ち行くな。立ち退きをあげよう。かたじけない。戻るぞ。いいでしょうな。取りかごめ。あ？やりません。さあ行きましょう。王道の勝利を。戻るとしよう。逃げ道を残すな。勝ったぞ。勝ちどきをあげよう。かたじけない。帰るか。戻るぞ。やるか。勝つべくして勝ったと言えますね。片付けない。さあ帰りましょうか。戻りましょう。城を囲むぞ。取り囲め。最後はテルコさんに行ってもらいましょうね。出陣する。この戦土地はもらったぞ。赤子の手をひれるようなものよ。かたじけのう存じます。
戻るぞ。戻るぞ。この城もらい受ける。かたじけない。戻るぞ。取り囲め。我らの勝ちだ。勝ちの気を上げよう。かたじけなし。戻るぞ。よし、頑張れ。最後ですね。なんじゃなんじゃ、なんか物騒だな。もう終わりそうだっていうの。皆の者、勝ちどきをあげよう。滅びましたか。城へ戻る。はい、そう無事例でクリアするということにしておりましたから、ここでゲームクリアとさせていただきます。でね、気分的な問題なので、これもともと本当は長野さんのゲームなんで、あれやりましょうよ。あれ長野さんどこ行った。長野、はあはあ、長野さんそこそこ強いですよね。息子さんの方もあれ、どこだろう。あれ、長野さん死んでたりする。死んでるかな。あ、いるね。ねえ、まだ26歳ですよ。どうするかというとですね、これ気分的な話ですよ。赤井さんはですね、結局この長野家を守るためにわざわざ熟年結婚してね、実権を握ったわけですよ。北条政子のようなもんですよ。ただ彼女はね、迷信なんですね。ある策を考えます。ねえ、義理の息子と結婚しちゃうんですよ。片付けない。ねえ、それで即隠居ですよ。即隠居。は。ねえ。こうすることで隠居できるんですね。どうですかこのストーリー。最後の最後で、長野さんに、大政奉還してですね、長野さんに、わ、地味、あ、かっこよくないけど、26歳といういい年になりましたから、ここでクリアと。気分的な話ですよ。はい、テルコ伝で名称テルコ伝、いいですね。こういうストーリー終わりました。始めた時は本当にテルコさんを主人公にする気はさらさらなかったんですけれども、あまりにもかっこいいので、いきなり結婚させて、まあ、いきなり結城さん攻めたりもしましたけども、まあ、いきなり家督相続させて、してもらって、非常に面白い話になりましたね。途中攻略に走ったりしてしまって、申し訳ないところもありましたけども、まあ個人的にはすごく楽しんでやらせていただきました。
最後の最後は、ちょっと気分的な問題ですけども、長野さんに、もう一度、体制崩壊してですね、非常に面白い形になったんじゃないでしょうかね。このグラフィック長野さんで固定なんですかね。最後どうなるのか見てみたいんですけども、要はもともとテルコさん、家督相続した時にですね、すでにもう最後には息子さんいますからね、義理の長野さんに、位を譲ろうっていうのはもともとストーリーとしてはあってですね、まあ、そこもなかなか面白かったんじゃないかなって自分で勝手に思ってたりします。次回はですね、まあ、武将が一人いない大名さんとかで、まあ、地方統一ぐらいまで、まあ、できれば実況の配信プレイか、またはまた録画でプレイするかなと思っております。ああこうなるんだ。テルコさんは、表に出てこないんですね。はい、飛ばしちゃいました。では、名将テルコ伝ですね、結局彼女は、長野家を守るために戦ったということで、お話はおしまいでございます。また、信長の野望大使、また他のゲームでお会いしましょう。ではこの辺で失礼させていただきます。